りゅうちゃん、どうしたっすか？どうしました？ちょっと聞きたいことがありまして。はいはい。僕Gクラス乗ってるんですけれども。おお、はいはい、はい、皆さん結構ブラックアウトのカスタムされるじゃないですか。うん。で、僕もしたいなと思いまして。おお、いいじゃないですか。はい。で、はい、まあブラックアウトの方法って、うん、まあ塗装だとラッピングってあるじゃないですか。うん、そうですね。で、結構、はい、皆さんからの質問でもどっちがいいですか、うん、みたいなのがご質問をいただくこと多いと思うんですけども、うん、改めてですね、ちょっとどっちがいいのかなと思いまして、僕のGクラス。おお。え、カメラマン君の今Gクラスは新型Gクラス、はい、それか前型のGクラス？あ、その2種、あれで違うんですか、ちょっと。そうですね、そうですね、僕がおすすめするのはちょっと、あ、それぞれ、それぞれありますね。ですね、僕、うん、2台持ちでして2台持ちでしてはいはい、はい、まあ、G400D の、うん、はい、ポーラーホワイトと、はい、あと、G500 の、G500、はい、ロング、はい、こちらも白乗ってましてですね、白系好きなんですね、はい、もうちょっとパンダカラーにしたいなと思いまして、はい、はい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 、なるほど、それぞれどっちがはい、いいかなと。なるほどですね。ですけども、まあ、ズバリ新型 G クラス、新型 G クラスは、僕がおすすめするのはラッピング。おお、はいはいはい。で、ラッピング、前型の G500、うん、の方は塗装ですね。塗装でブラックアウト。その前型と新型で使い分ける理由っていうのはあるんですか？そうですね、まずそもそもアルミホイールとか、はいはい、は、新型に関しても塗装じゃないとできない部分。ああ、はいはいはい。まあね、どうしても形状がこう複雑だったりとか、仮にねホイールラッピングしてもすぐ剥がれちゃうっていうのとかもあるので、うん、まあ、アルミホイールとかはどちらも塗装になるんですけど、うん、まあ、あとエンブレム類とかも、ね、そう、うん、新型 G クラスでいうとね、エンブレム、例えば G400D のね、黒いエンブレムが抽選あるんですよ。ああ、そうなんですね。そう、なのでね、それは逆にパーツ交換、塗装でもラッピングでもないパーツ交換っていうのをおすすめして。なるほど。であとボディに関してはラッピングかなと思うんですけど、ね、新しい車じゃないですか G400D。 そうですね、まだ2021年なので。そうで、僕の2021年しかですね、はい、そう、なのでね、新しいので、うん、でラッピングのメリットってやっぱり剥がせるっていうところだと思うんですよ、はいはい、うん、カメラマン君は新型 G クラスは 何年乗ろうとしてるんですか？まあ、僕はまあそうですね、まあ、新しい G クラスどんどんこれから出てくると思うので、うん、まあ、定期的には乗り換えたいなっていう。あ、相場見ながらね、はい、そうですね、まず、まあ2、3年っていうところですかね。あ、はい、そうですね、そうなるとまあなおさらラッピングがいいかなと思ってて、でラッピングってまあ剥がせるっていうところがまあメリット大きいかなと思うんですよ、はい、うん、でまああと塗装にもしねした場合、うん、結局ボディ塗装しちゃうと、じゃあね、もし元に戻そうと思った時に、うん、もう一回塗り直さないといけないじゃないですか。そうです。でブラックアウトすることによってで、そのね、リセールが上がるかっていうと、うん、もちろんね、ブラックアウトしてる車で高値取引されてる車ももちろんあるんですよ、はい、あるんですけど、ただじゃあ、実際ね、その相場っていう風になった時に、うん、ブラックアウト、まあ、マイナスにまずなることはないんですけど、はいはい、じゃあプラスになるかっていうと、うん、プラスになることもないケースが多い。そういうことです、ね、そう、高値で取引されてる時ももちろんあるんですけどね、あるんですけど、そこまでのプラスってそんなないんですよ、うん、で、うん、塗装だとね、逆にそういう 400D とかって新しいじゃないですか。そうで、純正がいいっていう人って結構多いんですよ、うん、そう、なのでそうなった時にね、もし塗装にしちゃうと
またそのね定期的に変えるときに、うん、じゃあ元に、ね、戻すために再塗装してって、うん、またそこで出費しちゃうじゃないですか。はい、なのでラッピングだったらね、もし売却するときに剥がして、うん、でノーマルの状態にしてまた、ね、売却すれば、まあ、ノーマル状態の方がこう相場って安定してるので、うん、確かにそういうことですね。まあ、硬いですよね、うん、そのリセールっていうところで言っても確かにちょっと新型で新しい車に塗装をするっていうのはちょっと気が引ける感は確かにそうなかなかね勇気ある行動だと思うんですよね。まあ後戻りできないというか、そう、もうその状態、まあ売却するときにももうその状態を評価してもらうしかないということですよね。そうなんですよ。なるほどなるほど。そうで、あのもちろんね、その塗装とラッピングっていうと、うん、塗装の方がね、まあ、持ちがいいというか、うんうん、まあ、どうしてもあのラッピングってね、その基本的に定期的に張り替えるっていうのがやっぱ前提になるんですよ。はい、そうで、まあ、例えば 2,3 年した時にね、うん、あのやっぱりそのラッピングの、うん、まあ、つなぎ目だったりとか、はいはい、まあ、あのちょうど角っちょの部分とかから、うん、やっぱこうめくれっていうのは絶対出てきちゃうんですよね。まあ、熱とか、うん、あのやっぱ太陽光とかのね、うん、そういう熱とか、そうまあその形状的なところでね、こう元に戻ろうとする力でこうちょっとめくれてきちゃったりとか、やっぱそういったのが通年するとやっぱ出てくるケースがあるので、あの塗装の方がねやっぱパリッと、もちろん塗装のね、技術力もあれですよから影響してくるんですけど、まあちゃんと本当に綺麗にパリッとすれば塗装の方のがね、まあ、持ちはいいなと思って、はい、そっちのがいいんですけど、ただね、やっぱそういう、まあ、定期的に変えるとか塗り替えるっていう風なことだったらラッピングかなと思いますね。それ でさっき言ったみたいにアルミホイルはあのペイントして、うん、まあ、最悪ね元に戻すってなれば、例えば純正のシルバーの、その通常のもの中古で探したりもできますし、うん、まあね、エンブレムも元、もし普通のシルバーのものに戻すってなれば、またその時にパーツ交換してあげればいいですしね。はい、そう、あと今ね、その新型 G クラスだと、はい、まあ、結構そのマヌファクトゥーアエディション仕様とか、はい、あとナイトパッケージ仕様、やっぱねそういう風な感じでこうブラックアウトするしたいなと思われる方も多いと思うんですけど、うん、そうですね、僕もそうです、それです、ね、そうですよ、はい、でそのレンズ類も、うん、あれスモークブラックになってるじゃないですか。あ、そうですよね、はいはいはい、で、あのレンズ類もそのスモークブラック塗装ってあるんですよ。はいはい、あるんですけど、ただあの新型に関してはね、そのスモークブラックの純正の例えば OEM 品とか、うん、やっぱ出てるので、なのでレンズ類に関してももうパーツの取り替えの方でねおすすめしたいですね。なるほど。で、まあ、逆に純正のパーツは残しとく、残しとく、カスタムのね結構やるときに純正パーツは残しとく、取っておくっていうのは基本的にしてもらいたいなっていうふうに思うので、はいはいはい、なのでレンズ類もまああのスモークブラック塗装っていうよりかは、うん、パーツ交換かな、新型だったら。こういった形でね、新型だったらまあそういう風なおすすめをしたいなと思いますね。じゃあ僕もあのマヌファクトゥーは仕様にしたいなと思ってるので、うん、じゃあそのラッピング、リョジッちゃんおすすめのラッピングの方法で、はい、見積もりの方お願いします。あ、もうされるんですね。あ、そうですね、あのリョジッちゃん信用して信頼して頼もうかなとあ、わかりました。結構しますよ。あ、結構しますか。結構。あ、そうなんですか。200万円ぐらいは。200万円ぐらい。あ、はい。わかりました。なんとか。レンズ類まで。はい。それぐらいなんですね。はい。あ、わかりました。で、前方ですよ、うん。の方は塗装がいいっていうのはどういった。前方の、まあね、塗装が僕いいなと思ってて、まあ僕自身も、うん、あの、今、320のショート。はいはい。
まあ、プロフェッショナル仕様というかね、うん、あのブラックアウトしてるじゃないですか、はい、バンパーだったりされてます ね、 ねあれ全部僕塗装でやってるんですよ。はいはい。そうで、結構ねその G500 とか320乗られてる方って、うん、多分もう一生もんじゃないですか。そうですね、僕もちょっと手放す予定はないですね。ないですよ、はい。そうなのでだったらまあその持ちがいい方、うん、やっぱラッピングだとねその先ほど言ったようにまあ張り替えが前提になってくるので、うん、まあ例えばですねそういう角ちょっとこからめくれが出てきたりとかしてしまいますし、うん、まああとねどっちかっていうとその古いタイプの G クラスのブラックアウトで例えば塗装だったり、うん、まあ、極端に言うと色替え全塗装、うん、通常で言ったらね全塗装ってマイナス査定にどうしてもなっちゃうんですよ、はいはい、けどね、逆にそういう古い方の G クラス、うん、で全塗装で例えば綺麗な状態、うん、だったらプラスになるんですよ。あ、確かに十何年も乗ってたら元々の塗装もちょっとくすんでくるというか、そうクリアがねどうしてもねもう15年20年25年と経ってくるとね、うん、どうしてもクリアの色褪せしちゃったりとか、うん、やっぱねどちらにしても外装補修がまあ必要だよねっていうと、うん、レベルになるので、はい、それだったらね色替えで、まあ、これももちろんねそのちゃんとした塗装すればですけど、うん、きちんと全塗装すればそれがプラス査定になりますし、うん、あとラッピングでもし古い車でされる場合、はいはい、で貼って、まあ、剥がせるじゃないですか、うん、ラッピングだったらで剥がした時にねそのクリアも結局一緒にめくれちゃったりもしちゃうんで塗装がちょっと弱くなってるというか、そう、なのでそういうねこともあったりするんですよね。なので逆にそのまあ旧型の方、うん、だったらラッピングじゃなくて塗装の塗装が僕はおすすめかなと思います、ね、なるほど。そういった理由でなんですね。でもまあどちらにしてもねそのブラックアウトってあるの、ね、やっぱ人気のカスタムじゃないですか、うん、特に、ね、新型 G クラスに関しては結構ねブラックアウトされてる方多いんで、まあ、気分上がりますからねやっぱり。やっぱ気分上がりますよねブラックアウトって、うん、そうですね、うん、なのでねブラックアウトするときに、うん、一つ考え方としてなんですけど、はい、リセールをブラックアウトすることによってリセールを上げるっていうよりかは、うんはい、その乗ってる期間のその満足度自分の中の満足度を、うん高めてあげる、はい、多分そういった考えでされる方のがおすすめです、うん、やっぱその先ほども言ったようにねブラックアウトで例えば150万200万お金かけてじゃあそれが、リセールに反映されるかっていうとなかなかねそこまで反映されることってまあほんとごく稀というか、うん、そういった取引されてる車ももちろんあるんですけど、うん、ただじゃあ相場ってなった時にはそこまでは大体つかないので、うん、なのでそのリセールをうんぬんっていうよりかはやっぱその満足度を高めるっていうところ、うん、そういうところですね。なるほど。そういったところでね、うん、もし検討されてる方はやってもらいたいなっていうふうに思います、うん。わかりました。じゃあ、はい、僕も満足度をバンバン上げていきたいんで、はい、G500 の方も、はい、塗装でブラックアウト。あ、いいんですか。すごいですね。お願いしたいと思います。わかりました。結構結構しますか。結構しよう。結構しますか。わかりました。じゃあまた後でこっそり教えてください。わかりました。こっそり。はい。っていう冗談はさておいて、はい、はい、はい。まあ皆さんブラックアウトを検討されていらっしゃる方は。多いと思いますので、はい、まあ、ぜひ、まあ、これはリョジッちゃんの一つの見解ですけれども、はい、まあ、ブラックアウトされる方はぜひ参考にしていただければと、はいはい、思います、はい、ということで、まあ、教えてリョジッちゃんのコーナーでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。